はい、三層交流の正月問題をもう一度バッと見たいと思います。前回ここで解くかとやってますけども、まあ、一個一個順番に解いていけば解けるよという話です。それから、デルタと Y の負荷の、並列という考え方についての、これはいい問題だと思います。で、電力だけども、うまいこと2つの負荷で、マイナスのパートがないようにしてやると、簡単に R 分の V 事乗の3層分で電力が求まると。で、それは Y に統一してもデルタに統一してもどっちでも OK と。それからこういうところをイコールで計算していってもいいけども、まあシンボリックの横にやっていくと、割と、短くなるということが見やすいと。ところが、どっか一箇所でも数値化してしまうと、途端に全てが数値化したやつになって、15桁ぐらいの演算せずなんて、こうやって発数が出てくると。それからここは、コサイン、カッコしてシータと書かずに、コサインシータという一つの変数名にしてしまえば、その値がわかるし、サインシータは、こういうふうにして計算すると、解けると。で、6番では前回も言った、これを入れてやることによって、欲しい答えが求まると。いうんで、マイナスの方を2倍すれば、マイナスの6分の π で、プラスの方を2倍すれば、プラスの6分の π が答えとなると。からまあこの絵を見ればそれは一目瞭然と。これも電力を計算するために E が1バーでやろうと。ので、マイナスにパートを消すための保証コンデンサーだったりの求め方と。これはミルマンの定理の形の式と。で、6.9あるんだけども、これは次回ですけども、まとめてやっちゃいます。ずーっと続いていて、まあなんか、プライムセブンにしたら、エラーが起こった時の解析策として、クリアをちゃんと入れてやると。なんなかったらどうなるかというと、こんな感じと。なんで解けるのか。これが影響してることですね。でも、こうなるんだから関係ないのか、なぜここにやると、これから、東京駅は、リアルパートは2倍になるが、は並列回路にするとリアルパートはハムにならないよと。例えば直列だと2倍で、並列だとハムと思うけども、リアルパートが
直列だと2倍で、並列だとリアルパートナーマート。これはちょっと、ダンスと間違えるので、覚えておいた方がいいと思います。あと、まあ、三対称座標について、レガシーでも解けるよ、なくても解けるよと書いてありますけども、ここは次回詳しくやります。